どうも皆さん、こんにちは。おはようございます。こんばんは。ハトコマです。ミスターオリンピア2023に出場する選手、全員紹介してみた。イエーイ、ついに、この時が来ちゃいましたね、皆さん。もうこれ見せるとき来ましたか。こちらが今年のミスターオリンピアメンズフィジークに出場する選手一覧になります。全部で何人かと言いますと約47名。昨年と比べると20人以上少ないという形になりますが、今日から4日間各カテゴリーごとに出場選手をね、全員紹介したいと思います。メンズフィジーク、クラシック、ボディービル、212、オープンボディービルっていうね、感じでいきたいと思うんですけれども、皆様ぜひですね、この動画見ていただいて、まあ、オリンピア実際見るときに自分の推しをね、すぐ見つけられるように、まあ、今日は名前と、どこの大会優勝してオリンピア決めたかっていうのとね、まあ、そのフロントポーズ、バックポーズ基本的にお見せいたしますので、もう見つけてください。そしてね、この動画のコメントに、誰が一番推しだよっていうのね、どんどん書いてください。お願いいたします。ということで、早速ですね、もう行っちゃいたいと思うんですが、今回もこの出場選手上からね行きたいと思います。まず一人目はメフディ・カバージ、この方はトロントプロで優勝してオリンピアを決めております。お次はツァイ・ミンチェ、こちら、昨年の台湾プロで優勝してオリンピアを決めております。そしてお次のお方はラムジ・カーリア、チュニジアプロで優勝した選手になります。そして、お次は、コーリー・モリス。この方は3大会優勝しておりますが、ワサチ・ウォリアープロ、シャルロッテプロ、ピッツバーグプロで優勝しております。そして、ミスター・オリンピアチャンピオン、エリン・バンクス。ミスター・オリンピア準優勝。ただ、2018年、2020年、21年、オリンピア優勝しております、ブランドン・ヘンドリクソン。昨年のオリンピア第3位、ディオゴ・モンテネグロ、オリンピア決めておりますね。そして、お次の選手が、サウジプロで優勝いたしました、マフムード・アルマグリビ。そして、エマニュエル・ハンター。今年のメンフィスプロで優勝してオリンピアを決めております。他にもね、複数回、大会優勝しております。お次が、マウル・フィアロ・ガルシア・ジュニア。今年のワンブロプロという大会優勝しております。お次が、カルロス・デオリベーラ。今年のロサンゼルスグランプリ優勝してオリンピア決めております。お次は、ベンクイル・マリグニー。今年のセントルイスプロ優勝してオリンピア決めております。そして、リカルド・クロチ。今年はトロピカリウム・ブダペストプロという大会優勝しておりますし、マイルハイプロという大会も優勝してオリンピアを決めております。お次は、デリック・スティーブンソン。今年、オプチマムクラシックプロ優勝してオリンピア決めております。そして、皆様大好き、ライアン・テリー。今年のニューヨークプロを制してオリンピア、帰ってまいります。エマニュエル・コスタ。今年のサーカッププロ、優勝しております。お次は、ダニエル・アモンズ。今年のパルメットクラシックプロ優勝してオリンピアを決めております。アンドレ・ファーガソン。今年のマイアミ・マッスル・ビーチプロ優勝してオリンピア決めております。そして、最強の背中を持つビニシウス・マテウス。マッスルコンテスト、バヒア・プロという大会優勝してオリンピアを決めております。ヴィトール・チャベス、今年の DC プロ優勝してオリンピアを決めております。ジョセフ・リー、今年のアジアグランプリ優勝してオリンピアを決めております。ビクター・マニュエル・ラミエス・チャベス、今年のボディ B1 クラシックプロ優勝してオリンピアを決めております。ブーワン・チャウハン、今年のシェルクラシックインディアプロを優勝してオリンピアを決めております。シディ・プユ、この方はすごいよね。今年シェルクラシックイタリアンプロを優勝、ミスタービッグエボリューションプロ優勝、ヨーロッパプロ優勝でオリンピアを決めております。イ・ユンソン、今年の台湾プロ優勝してオリンピアを決めております。ジェイソン・フィン、今年のリパブリックオブテキサスプロ、バンクーバープロ優勝してオリンピア決めております。そして、お次は、アンダーソン・アルーダ。今年のマッスルコンテストブラジル優勝。次は、ジェレミー・ポトビン。今年のアトランタプロ優勝。オリンピア決めております。ドリュー・カレン。今年のシカゴプロ優勝して、オリンピアを決めております。イスマイル・マルティネス・ドミンゲス。今年のサーカッププロ優勝して、オリンピアを決めております。アーリア・サファイエ。今年の、タンパプロ優勝。マスターズ・オリンピア優勝で、オリンピア決めております。ロドリグ・チェズニア。今年のフェニックスプロ優勝して、オリンピアを決めております。フェボガンバコルタ、今年の、シェルクラシック UK プロ優勝してオリンピアを決めております。ラファエル・オリベイラ、今年のマッスルコンテスト、ゴイアニアプロ、優勝してオリンピア決めております。ジョナス・ジャメナ、今年のパシフィック USA プロ優勝してオリンピアを決めております。ジェレマイア・マクシー、今年のテキサスプロ優勝してオリンピアを決めております。ジョーベン・サガバイン、今年の東京プロ優勝してオリンピアを決めております。エドマン・フェリーラ・パルメ
ベラ、今年のメキシコグランプリ、優勝してオリンピア決めております。昨年のオリンピアトップ5でございます。アリ・ビラル、今年のフレックスプロ優勝してオリンピアを決めております。そしてお次がアユーブ・スレーマン、今年リビアで行われたプロ大会で優勝してオリンピアを決めております。チャージョ・グラント、今年のサン・アントニオプロで優勝してオリンピアを決めております。昨年のオリンピアトップ4ギリギリでね、オリンピア決められました。ルーベン・グラス、今年行われたタイタンズグランプリで優勝、オリンピア決めております。そしてお次はアディエミ・アオエミ、今年のドバイプロで優勝してオリンピアを決めております。そしてカイロン・ホールデン、デイトナプロ、リージョンプロ優勝してオリンピアを決めております。エミール・ウォーカー、今年行われたイタリアオリンパスプロ、こちらで優勝、シェルクラシックフランスプロで優勝してオリンピアを決めております。ジェレミー・ブエンディア、2017年ミスターオリンピア優勝、2014年からの4連覇王者です。最後がリ・ジュンホ、今年最後に行われました AGP サウスコリアメンズフィジークプロで優勝してオリンピアを決めております。はい、ということでめっちゃ長い47人の紹介、長いけれども、こちらが今年出場するメンズフィジーク選手たちでございます。日本人は不在です。これはね、まあ、正直残念、悲しいことではありますが、こんだけね、すごい選手たちがもう集まっております。濃密ですね。全員がどこかしらの大会のチャンピオンです。なので全員すごいんですよ。もう優勝トロフィーを掲げてる人ばっかなの。ただそこから1位が決まりますし、47位も決まります。すごい世界だよね。はい、ぜひ皆様、この動画をご参考になれば、幸いなんですが、ここから推しの選手を見つけていただきまして、当日のオリンピアまたね、楽しんでいただければなと思います。はい、ということで今回は、今年のミスターオリンピア出場選手全員紹介してみた第1弾メンズフィジーク編でございました。明日はクラシックフィジークでお会いいたしましょう。良ければ皆様感想等ですね、概要欄、コメント欄、ガイドライン設けてはおりますが、どんどこどんと書いていただければと思います。またぜひハトクマチャンネルの登録、高評価のクリック、帰り際にポチッと何卒よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。それでは皆様、バイチャ。